はい、こんばんは。はあ、明日で終わりか。お知らせさっき読んだけど、虚しくなったわ。いつも東京グールカルナバルをご利用いただきありがとうございます。4月13日木曜日12時59分をもって東京グールカルナバルインテグラルカラーのサービスを終了いたします。ご愛顔いただきました皆様には厚くご御礼申し上げます。このサービス終了後に当アプリにログインしていただきますとの、この払い戻しのさ、申し出情報っていうのだけが出てさ、まあ、なんて言うんだろう。その後は、ないんだろうね。まあ、それがね、普通のね、なんて言うん、据え置きの、ソフトとは違ってね、全クリした後でもまた、入れるよとか、アップデートが、まあ、DLC とか来ないけど、終わった後でも入って自由にゲームできるよっていうのではなくて、アプリは終了するともうログインすらできなくなるっていうのが、なんて言うんだろう。ソシャゲの特徴っていうか。まあ、そうなんじゃないかな。サービスは終了いたしましたっていう表記だけ出て、自分のボックスも、この、なんて言うんだろう。最初のね、この画面ももう見ることができなくなるんじゃないかなと思うと、非常に喪失感がね、大きいわけですけど。どうなんですかね。何しようかな。スタミナに限りもあるし、とりあえずガシャを一回引こう。グールガシャ。操作感ガシャ。グールガシャを一回引こう。いや、スタートダッシュガシャもありだな、ワンチャン。とりあえず、操作感ガーシャ、いや、グールガーシャを引こう。ガーシャを引く。さあ、これが最後のガーシャとなってしまうんだろうが。なんだろうな、最後は。SR の投下。なんか今ちょうどインボークに投下来てるらしいけど、興味ないっすね。おかえり。いやー、フレンドの方もね、本当に。お世話になった。俺がフレンドマックスにすることは、なかったんだけど、いつも、たくさんのフレンド申請がね、来てましたね。すごい、肺覚醒の人。もうなんか、サービス終了っていう告知が来てから、みんな思い思いのリーダーにしてたりするからな。俺ってずっと SSR の、圧倒カネキにしてたし、おかえり。石3個あるから、なんかどっかで回収してもう一回引こう。一回マダムと解体屋行くか。初級一回クリアすっか。マダムと解体屋。あれ、これ何持ってんだろう。あ、これゲストか。ゲストでもいいや。何持ってんだ。堂島開花。二刀クラ持ってる人いないのかな。二刀クラとか持ってる人いないのかな、フレンドさんには。うわ、綾人だな、つい。イグザか。まあ、イグザでもいいや。積んでやる。グルカルな。まあでも、チャッチ、なんて言ったらいいんだろう。
チャッチーっていうか、あガシャーとか、なんて言うんだろうな、チープではあるけど、ね、面白いには面白かった。ただなんて言うんだろうな、このキャラのこの 3D とかそういうモデリングとかのクオリティを上げればいいとかそういうのではないっていうのが、まあ、インボークを通して学んだことだし、さあ始めよう。よいしょ。はっ。そこだ。こんばんは。引っ張りアクションっていうのが微妙だったかなって思う。まあ、じゃあ逆に何だったら売れたかっていうのを考えたときに、そう、なんて言うんだろう、コマンドタップ形式だったら FGO みたいなのになっちゃうし、今みたいにインボークみたいな、なんて言うんだろう、タップアクションゲーだと、あー、ただポチポチして本当に殴り合うなんか紙相撲みたいな感じになっちゃってるし、まあ引っ張りアクションが妥当だったんじゃないかなって思うね。今引っ張りアクションのゲームってないじゃん。モンストとか、あとはなんか筋肉マンとか、なんか三国志のやつとかでしょ、代表的なのが。で、ちゃんとなんか差別化はできてたと思うんだよね、グルカルは。うん、あの壁アクションとかあるし、うん、オートあるしね言いたかっただけか、オートが。マダムと解体や、一番上行くか。何使おうかな。まあ圧倒カネキは、もうなんか、圧倒カネキじゃねえわ。ああ、赤眼カネキはなんかさ、ずっと使ってたから、ひなみ艦隊で行くか。あれ、何が足りねえんだ。あ、団子か。団子がいねえのか。そういや、まだ団子引いてねえな。さすがに団子をリーダーしてるやついねえかな。いないか。ここひなで行くか。え、違うわ、本ひなか、これ。行こう。メモデフはさ、いいよ、あれは。だって、俺が求めるソシャゲは、その、メモデフみたいなとか、白猫とか、なんていうの、プニコンではないけどさ、あの、メモデフは。目が離せないんだよね。うん、なんか作業しながらできるやつとかさ、ちょうどいいんだよ。ソシャゲはさ。グルカルって技名がないからさ、難しいんだよね。だからスキルとかだとどうしてもキャラのセリフになってるし、うん、そこがやっぱりゲームにするにはやっぱり難しいところではあったんだけど、よいしょ。今日の僕、良い子でした。こんばんは。もうちょっとだから、まあ俺から言わせてもらうと、あの横画面の方がいいなっていう。まあ横画面だと編集が楽なんだよね。インボークはもうなんか録画して編集してってやってるとすげえ時間食うし疲れるし、うん、もうグルカルってただ撮ってポンってあげるだけだったからさ、今までっていう正直な気持ち。こんばんは。
まあ、今なんて言うんだろう、昔の古参勢って言ったら悪いけど、グルカルガチ勢は全くインボークやってないし、今インボークでなんて言うんだろう、収益を出すこのなんていうの、中心となってる課金勢の人たちっていうのを俺は見かけないから、いつサービス終了するんですかねって話ですね。俺はリーキャラが出てきたらもうだいぶ、ああこいつら焦ってんだろうなっていうのをもう思うから、勝手に今だってもうグルカルがやってきたことを今なぞってるだけなんだよ、インボークって。っていうかグルカルでやるネタがなくなったから、なんか終わらして、あのインボークっていう、まあそのゲームシステムを一新させたゲームを出して、また最初から東京グールのストーリーを、まあ、なんか何年か時間かけてなぞりつつ、まあリーがアニメ化なりするのを待とうぜっていう思惑にしか見えないんだよね。だから本当に課金する気になれないし、うん、困ったもんだねって話。アホらしいもんだって。マジ本当に金木とかの通常攻撃やパンチなの本当にダサいからやめてほしい。謎なんだよね、パンチ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 みたいな。ドカーン。どうでもいい。あー全部フリー属性か。あ全部じゃねえわ。おおごぼう。こんばんは。私生きていいのかな。ココヒナのあれだな、勝利なんかあれかっこいいな、勝利ポーズ。よっしゃ、これで溜まったやろ。もうこれ多分正真正銘ラストの馬車やな、この単発。よし、いっか。ほら、ああSR ね、はいはい、 SRSR。 まあ入見さんならいいでしょう。おかえり。いつかひなみ艦隊で行くか、ひなみ艦隊で行くかと言いつつ、赤眼カネキを入れようかと思ってんだけど、どうしようかな。多分ひなみ艦隊だけじゃ負けるんだよね。入れるか、赤眼カネキ。ああ、これ使わなくてよかったかな。これどうやったっけ、ここだったっけ、久しぶりすぎて。これさ、このクエが出た時はめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、やる気出してさ、回ってたのに、サービス終了だもんな。やばい、炊飯器、今ご飯炊いてるから、あれかもしれない。仲間、炊飯器炊いてるから、ご飯炊く音が聞こえるかもしれない。
どこがいいんだろうな。ここかな。ほい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 。さては金木死ぬのでは。さては金木死ぬのでは。あいつどうせ次行動不能やろ。ああ信じてっから。こいつ壁役の範囲広すぎじゃない。このひなみどうしたん。100万食らわしてあれなんだな。ういー、これ下手すりゃ向こうで壁役しねえしねえわ。コードフのコードフのやめてー。これなんでゼロなんだっけ。あマスクだっけ。えマスクって一回ここで使うの。ここで使っちゃうのかい。ドカーン強強すぎー。あれ死なないスキルだっけ。範囲内の仲間の攻撃力プラス 300%。 この1回の金木の行動で持っていけるか。下手すりゃ。ああそうか。えこれあれだっけ、カグネ強化。あやっべ、何やってんだバカ野郎。カグネ強化する前にこいつ解けないんだっけ。1だりーな。あいつ1回行動しないと。あーなるほどなるほど。よーいしょ。世界は間違っている。インボークに有馬来るって言ったって、有馬のスキルクソダサかったんよ見たけど。ダサすぎやろあれ。いいのかな。何か気になることでもある？やべえ、これやってねえわ。白スーツの捜査官、白スーツの捜査官やるか。草生える。何でも何でも勝てるやろ正直。いいお話入るんじゃない。一区での戦いの後。デビルホーンってさ、てこれ全然覚えてねえわ。そういやこんなこともありましたねって。影山バイス、バイストート、バイストート。お疲れ様です。俺すごい喋るんだよな、このゲーム。俺めっちゃ喋るじゃん。俺もこのストーリーが結局どういうストーリーなのか理解できんかったっていう。なんかいや今言おうとしたけど結局わからんかったからやめた。わかんねえ、結局わかんねえ。こんばんは。
お母さんが死んだからお父さんを探す物語。あ、そうだったんだそうだったんだ読んでなかったわ。なんかね、なんだっけあいつ、キツネだっけな、なんかキツネみたいな、なんて言うんだろう、イメージのなんかいたじゃん、女のグール。なんかあいつがなんかガイは好きだったんじゃないの知らん、勝手に今妄想して言ったけど、あいつのことが好きだったんじゃないの、違うの。バイス、うわ、ここもうチカチカするな。これ物語は完結したの？海外グールとの戦いは結局終わったの？タタラのスキル使う。俺このタタラめちゃくちゃ欲しかったんだよね、正直。イラストで一番かっこいいのタタラだから。私生きて、またストーリー入るんだ。あれを使わせてもらおうかな。このとっておきのクインケっていうのがあれなんだよね、バイスなんだよね、バチバチなってるやつ。まあ俺はね、皆さんが知ってるようなね、UR1 枚にまとめたりはしないんですよ。こいつらとね、これ1年半走り抜けてきたから。って言っても、何枚かやっちゃったんだよね。新たな仲間を覚醒させるために。まずバレンタインいないでしょ。あと、マイオリ姉さんいないでしょ。あと何がいないんだろう。バレンタイン、マイオリ姉さんいないし、あとなんか売ったな。あ、ひらこひらこ。そう、ひらこいねえんだ。そういやね。懐かしいな。この、絶望退治カネキが出たときはまだちょっと勢いあったのにな、グルカル。オールかっけえな。てかさ、オールがさ、最初さ、この、なんていうの、来るみたいな、そのジャンプの V ジャンヤンジャンか、ヤンジャンの1ページに載ってた時のテンションのさ、上がりようってやばかったんだけど、本当にあのジャンプのさ、石田水先生書き下ろしみたいな、ログインしてもらおうみたいな感じのさ、あれめっちゃ良かったな、かっこいい。スクショしとこうかな。まあ結局オールは、あ、オール永続性しかなかったっけ。スクショしよう。カシャ、ムカデモよ、ムカデモよ。まずムカ、俺の動画の始まりがこのムカデ狙いガシャ10連から始まりので、結局引けたのが12月の頭ぐらいだったのかな、11月の半ばぐらいかな。だから結局1年以上追いかけてやっと引けたのに、これからだって時にさ、こいつもよ、こいつもスクショしとこう。ムカデがピックアップされるたびに引いて、もう最後の最後の勝負でなんか、ああ、ムカデと何がピックアップされたんだっけ、あれ、アヤトだったかな。
懐かしいね。さあそろそろラストンすっか。調査中かよ、ふざけんなよ。おかえり。あと何秒？53秒、52秒、あと50秒で帰ってくる。これ成功したらあれだよね、やつが来るんだ。やつが、あと20秒。おかえり。おかえり。おかえり。フレガシャってスペシャル来てねえのか。そういや来てねえのか。一回10連引こう。銀ポット久々見た。うわー、名前忘れたわ。あ、中島さんだ。うん、また天ぷらそば セットだっけ。わかんねえ。またですか中島さん。一応マジ13区。ここを高槻にして、これで調査したろう。これ石使ってやるわ。これ2個も消費すんの、うっそじゃん。おかえり。またですか中島さん。いらっしゃい。アモンがそばをすする音。最後何行こうかな。じゃあチャーミングああチャーミングなお口だ。何行こうかな。あ、人あらざる力行くわ。俺人あらざる力好きなんだよね。この有馬はどうなん結局。いやー微妙だな。オッケーオッケー、人あらざる地下、これで行くわ。ひなみ艦隊で。さあ行こう。勝てんのかこれ。まずこっち行くか。ここだな。ほい。全然食らわねえ。今まで断罪に甘えすぎて、このクエストの過酷さ忘れてたわ。平子ぶち殺そうかな。平子うっとうしいからな。有利属性だし、ぶち殺すか。これで死なねえ。4ヒットおかしいよな、それは。勝てるのか超不安なんだけど。あ、これなんだっけ、スキルチェーンだっけこいつ。あー、スキルチェーンだ。鬱陶しす、鬱陶しす。全然誰もかかんねえじゃんここ。これでうまいこと壁悪しろ。うえー、うまし。ひなみのスキルでぶっ飛ばしてえな。
はこいつ。長い長い敵のターン。アーモン、アーモン勝手に向こう行ったわ。あいつ謎入んねえか。芝箱みんなを傷つけないで。プルルッシュ、はあ、全然食らわねえ。いやー入んねえなここ。いい、どうしようかなこれ。ほら言うことを聞け。結果的にお前がそっち行ったおかげでいっぱい当たったけどさ、全然食らわねえ。おら、オッケー、平子しばいた。やめます。やめます。どうでもいい。俺このクエ最初来た時初見で挑むみたいな動画出したけど、あれ勝てたのマジで偶然だからな。あの後行ったらなんかさっき勝てたのが不思議に思うぐらい。え、何こいつ。あ、一回行動不能になったのか。謎。うわ、俺これ初めて使うわ。一体を 100% 回復。うわ、どうしよっかな。え、なんかこれ結構新しいんだけど、俺の中ではこのスキル。イエーイ、イエー、さよならさようなら俺の本日な。あいや、こいつをプラス 300% バフかけたところで届かねえだろ、こいつ。あ、こっちにいるわ、アーモンが。アーモンがいるわ。はい、アーモン芝居た。長えな、このクエスト。やべ、明日も仕事だからもう寝ないと。お、ちょ、マジこいついつまでピヨってんの。え、これスキル封印食らってんのこいつ。結局あれだよ、取り巻きを最初に倒しちゃったよ。来た来た来た、 850% ダメージ。これまだあれあるんだっけ、この次。 1000% ってあったっけ。行くぜ、みんなのために戦う。どうでもいい、強っ。684万かな今の。今ちょっとあれで見えなかったけど、私生きていいのかな。あ、やべえ、スクショしようと思ったね。まあいいや、コロエバスペシャル落ちた。おかえり。よっしゃ、ここ終わらすで。おら、
ちょマジこいつら いっつも失敗するんだけど。ふざけんな、最後ぐらい成功しやがれ。よし、やめるか。さらばだグルカルよ。日付が変われば。ああ、お前はもうその昼に役目を終えるんだな。でもまあ久しぶりだな、メンテナンス。なんかいいわ、このメンテナンスのお知らせが来るっていうのは。ああ、12時59分までだけど、1時からグルカルのメンテが始まって4時にメンテが終わるっていうね。まあちょっと短いんだけど、いつもなら5時なんだけど。ああ、学生時代は5時までに頑張って家に帰ってきて動画撮って出してたから、なんかああそれが普通だったんだけど、まあ明日その普通がねまたちょっと感じられるってことで、普通に仕事してるんだけど、その時はまあ最後の日常、最後の日常を謳歌して、ああグルカルには行ってもらうとしよう。ではね、東京グルカルナバルの、最後の生放送でした。まあ放送しだしたのも1年前ぐらいだし、ああ区切りは良かったんじゃないかなと思います。ではさらばグルカル、お疲れ様でした。